お疲れ様です。お疲れ様です。悲しいな。一応で失敗したな。俺もな、俺も投げてみたよ。ほら見えません。涙がじゃあ泣いてるでしょ。本当に泣いてるって。本当にいや、お前それ感動するよ。真面目に一生懸命考えて泣くんだなと思って。今二人でおってね、視聴者の皆さん、はい、動画を撮りに行くんだな。はい、泣いてるか。泣いてませんそれは何じゃん、誇り。はいそれだけ真剣に取り組んどんな。はい、今日は何ですか。どこに行くんですか。歯医者さんです。歯医者、もうお前ちょっとティッシュ持ってこいってカットすんなよ。カットだけはうるさいよ全部演技なんで。演技だな。はい、みんながそういうことの YouTube の気持ち。今日は何っていうとカレーですよ。これカレーがカレーですよ。はい、どうしたんですか。まあ、歯をね抜いて、わざと抜いたんだよ。で矯正するために抜いて、今からマウスピースで今日からスタート。社長がどこに向かってんですかってよく言われるし、たわけなコメントが上がるだろ。でお前それ全部あげるんだろ。いや違いますあ俺はいいよ、だから心が強い。でも本当に自殺する人も、それだけのやっぱ皆さんね、今泣いて、やっぱ真面目だから緑泣いてるけど。泣いてません。泣いてない。はい、悔しいだけ。はい、歯が食いしばって悔しい。でも本当にそうそう、お前のそれだけの心が綺麗ってことよ。だから別にそれをやっぱみんなにも同じ思いでやってあげたからな、はい、たまたまね他の社員のコメント欄がちょっと雑に、そいつが傷つくような書き方のコメントも全部あげとったからな。はい、でもそれ書いてくれてた人もった。そう、ちゃんとそういう書き方ないのみたいな感じで書いてた人もったろ。はい、なお前顔がめっちゃ泣いてる。泣いてません。泣いてない泣いてません。泣いてない。はい、悔しくてな、何回も泣きゃいよ。俺もほら目赤くない。お前がそうやってジーンってなるのが、こんな目じゃわからんわ。誰も誰かもわからんわ俺がほんのおねえみたいになって待って、はい、俺も人生終わりや。俺も泣きてよ。でもやっぱ視聴者の皆さんもこれ本当こういうのを見てさ、よく感じてほしいのは、やっぱ一応コメント承認制なんですけど、この人はいつもいいことばっかり言ってくれるなーって子はもう自動承認してんだよな。はい、でそういうのであれあれって、まあ23歳の若い男の子がまだまだこれからだぞっていう動画を撮ったわけよ。はい、うん、でそれに対してこんなやつが給料がどうだとか、こんなやつやめていけだとか、それはちゃうじゃんって。それをネタにしとるお前らもお前らでしょじゃなくて、俺はあの綺麗にカラッとなんだわ。はい、うん、だから怒りゃいいし、しばきゃいいし、うん、言いたいこと言いやいいし、お前もっと直せ。だって面と向かって言うことだから。はい、うん、だから俺らでコメント入れる人たちにも思っとんのは、うん、お前まだまだだぞって、調子に乗んなよって、小林って何でもいいのもの。でも明日からもう一回頑張ってねっていう一言をつけるとかさ、最後にハートつけるとか、はい、あの美しくいじめろよって、うん、それお前らその名前もねえところで卑怯だろって、暗闇から後ろから突き刺してきて、そうです、ね、勝った気になんなよって、はい、でそのコメントを一緒にやっとるってことは、ただのいじめっ子に、いじめっ子が怖くて一緒に何も言わんかった教室の友達どもだろ。はい、だろ。はい、だって俺は小学校の時にいっぱいいじめとったけど、先生僕がいじめたんじゃないって、黙ってたみんながいじめたのと一緒だよって言ったんですか当時。これちょっと違うかなこれちょっとコメント欄荒れるかな。多分いじめてたことには変わりないんで嘘嘘、俺本当にいじめんかったのは、俺小学校の友達いつもめちゃめちゃ凶暴だったけど、はい、で俺真面目なことも仲いい、別に普通に大学行っておった子ら子たちとも珍しい俺は。ただ親に「もう活動部で遊んじゃダメだよ」って言われとったの活動部で遊んだら成績が悪くなるってことね。頭もう俺遊びの天才だから、はい、俺と遊ぶとあの成績が落ちるとか言って。あ、その子供の親がですか。そうそう、子供の親が活動部でも遊んじゃダメって言われたってよく言われとった小学校の時に。誰も気なしじゃんみんな。ちっちゃい、それ報告してくるんですか。そうそうそう、友達が今日帰り遊び行こうよとか言って、緊急診に住みに行こうよとか言ってまだあの駄菓子屋のババア騙したろよとか言って、いや、無理ですね。そう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 、まあ近所だもん、さすがに盗めんだろ、おばさんちょうだいよとか
あ、まあ、昔さ駄菓子でも穴開けたらなんかいろんなあるのガシャってやつな、匂いお菓子とかなんか当たりとか外れとか入ってるやつ、あそういうのズボ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 ってやったりするか、カラッとした俺横着が、あ 悪ガキって感じですね。そうそうそう、はい、だから、まあ、コメントもお前が泣くのも分かるよ、泣いてません、あじゃあちょっとでも意識足りんかったなと思ったわけだろ、お前だってそうじゃん、私間違ってないと思ったら俺ちゃんと意見言えるじゃん、はい、だろ、だけど確かに腐ってきたものもあるんだろ、そうですね、そうだなって、ちょっと安易だったなって、はい、悔しかったなって、はい、だいだいだいだコントロールしやすいわ、泣いてませんよ、泣いてないの今、はい、泣いてないの、泣いてませんやば、歯医者の動画撮りに来たのにお前ほんと話それてますね、あ、まあ、でもまあ一つと同じことじゃない、だからバカにするやつやるやん、あで面白おかしくバカにしろよって、はい、一緒に動画作ろうよって、うん、社長何考えてんだってそんなことやってもかっこよくなんねえよ、でもさ言葉だと活字だとお前何考えてるんだ、うん、そんなことやってもかっこよくならねえよっていうさ文って傷つくじゃん、そうですね、でお前ら毎日見ても傷つかんかもしれんけど、党の方にでそれを、ね、うちは一応許可だもんでさ、はい、でしょ、会社に泥棒したやつの方が、ね、インチキしたやつの方取ってもいいかって、はい、これ使っていいかって言われるじゃん、はい、隠し撮りしようがないでしょうが、だからそこはやっぱ入るだよな、やめるしかないし、あのそんなこと書かれたらな、はい、成功の目つんじゃうな、うん、だって俺の成功の目をつまんでくれ、視聴者のみんな、視聴者のみんな俺に力を貸してくれ少々みんな俺にマウスピースでもう自然に直していくって感じなんですか、マウスピースつけて自然にマウスピースなんかついてもらえない、24時間つけるか、もう食べる時以外、うん、食べる時以外、いや食べる時とお前ら隣散らす時以外はさ外しながらパカッとくれーってくるんじゃないものはーいって長いもってほいちぎらんか俺はほいちぎらんか俺は吠えんのが仕事だな、彼のじゃがいもだもんがーいって、はめたまま怒れないんですか、あ、もう怒れるけどこうやってプーンってそういうことですか、キャーみたいな感じで飛んでっちゃうの、出てきちゃうってことですか、キャーってプーンって飛んでっちゃった入れ歯みたいな感じ、入れ歯みたいなやったらまずいだろなるだろう、いやわかんないです、それかもうそんな簡単に取れちゃうんです、ブーンって噛みちぎっちゃうかもしれない、ブーンって、あ、で、ちなみにあの求人でね、職人さん来てたやつ俺のところに直接でメール来るんですけど、はい、あんまりね、見てないもんで、連絡しないし、俺携帯が繋がらんもんで、俺の携帯からかけて、向こうがまたかかってきても、番号知らないやつ、出えへんもんで、はい、何度もメール送ってない、もうちょっとまだ興味あったら、興味なかったら、もう予測決まっちゃったら、何人か俺予測決まりました、もうすいません、ありがとうございましたって思ったんで、塗装、シーリング、まあ、シーリングは今ちょっとあれだけど、足場かな、はい、職人さんね、いい子また来てほしいなと思ってますので、ぜひ求人、来てくださいよ。はい。よし、行きます。はい、行ってらっしゃいませ。欲しいですね、あんなルンルンで歯医者さん行く人初めて見ました、終わりました、アンケートも何でもねえだな、はい、しかもさ、なんかさ、前先生がさ、いやなんか歯抜いて、はい、寄っていくわけじゃん、はい、俺気になるもん、なんとかしてくださいって言ったら大丈夫ですって言ったわね、はい、手出しのこれ全部つけてくれたんでしょ、これ多分すぐ取れますとか言って、でも無理ですとか言いましたけど、無理はないよって、これついてる感が出るってことですか、これちょっと白くなるもんで分からんじゃん、あ、そういうことです、俺タレントだよって言ったもんなこれ もういいですよねみたいな、目立ちますかとか言ってきて、あしかも向こうから言ってこんでね、俺が終わって、あ、じゃあ OK ですって、え、なんかこれそういうのつけてくるって言ってましたけどねとか言って、え、一回言ってくださいって言う、全然歯の位置違いません、歯の位置違うやんけ、バーが下じゃないですか、すぐ悪口で投げてないな、はい、どうですか、めんどくさい、ちょっと締め付けとるな、わからん、これ喋ってたら普通にわからんじゃない、わかる、YouTube、なんか社長なんか口についてるみたいな、歯をちょっと調べるんじゃないか、わからん、あこれちょっとわからないのか、喋ってるだけだな。
あんま分かんないですけどね。すごいかも。なんか歯生えてる感じ。あれやな。はい。これ全然いいな。はい。いい感じ。はい。これなんでもいい。これだと分からんだろう。まだまだいいな。全然分かんないです。やっぱあれですね。黒くなるとなんかついてるのかなって思っちゃいます。歯が。黒くない。あ、そうそうそう。抜けてた時は。そうそうそう、レイミちゃんが言ってましたよ。ノリでもついてるのかなって。誰にレイミちゃんって。レイミちゃんです。あれ社長なんかノリついてるって。一番最初多分抜いた当初ぐらい。俺にじゃなくて。なんか違和感って。あ、なんかノリでもついてるのかなって。俺に言わずに、こっそりお前に。いや、私と喋ってる時に。なんかコンビニでジュース買ってきたの。あ、ちょっとはい。トイレ行ったついでに。長かったもんね。ごめんね。10分で割れて行っとったろ、お前。そうですね。なんだろうな、でも本当に病院出たとってテンション上がるよな。そうですか。分からんけど、もうあの目の時からもうやっぱなんか解放感が違うわ。病院って嫌じゃん基本。そうですね。全然分からんな。これが矯正された歯ってことですよね。だこれが綺麗な歯っていうことですか。変わってくるから形。あ、じゃあ形が変わってくるんだよ。へえ。あ、すごっ。でもだってシミュレーションがしてあるわけよ。あ、こういうふうに動かしてる。全部違う形になるんだよ。へえ。はい、こんにちは、こんにちは。みんな元気に、今日も一日 YouTube 頑張りましょう。ちょっと変。発音ですか？うん。いや、意外に普通です。あ？意外に普通だな。はい。なんか普通、強制するとなんか喋れなくなるとかいいじゃん。はい。全然喋れる。ちょっとしてみつけてる感はあるけど。そう、お前寝てた話ちょっと待った。はい。お前寝てた。視聴者からしたらこの1分のさ、あれだもんな。あ、確かに。やろう。多分泣いた話してないですね。ん？しておるて。カットされ、カットされたら、もう本心の場所が人生だよ。矯正の金額すごくないですか？うん。ですよね。100は言ってますよ、多分。120。ちょっとそこまで覚えてないんですけど。でもいいよな、これだったら。そうですね、価値あるよな。だって普通の矯正でも100万ぐらいでしょ。あ、そうなんですね。なんか安いところでなんか50万ぐらいでやれるとかいうな。へえ。裏からやると思って金かかるってるじゃん。裏から、後ろから止めると目立たないようにすると。だから全然喋れなしんだわ、針金の後ろに乗るもんで。デラベロとか切るらしいし。針金より全然マシですね。なんか昔とかだともうがっつりしてますっていうのが、トイストーリーに出てきそうな痛々しいみたいな状態。全然分からない。はい、はい、じゃあ視聴者の皆さん、今日は私の歯医者にお付き合いいただき誠にありがとうございます。もう外気塗装のね、マッチングサイト出来上がりまして、はい、公開します。で、一応8月1日から一般の人への公開していこうと思ってますんで、今現在600社か、1000社だった、何社までだったら OK ちょっと優先で、まあ、とりあえず登録します。もうとにかく直接登録できるん で、はい、施工事例かブログかなんかはもう書けたんかな。でそっちの方の登録とかもしてくれるとやっぱあのね、一般の人が見て、あ、この会社安心できるなーっていうのを見て選ぶやつだから、500社、はい、600社、700社の家の近くの人とか検索いろいろできるようになってるから、施工事例上げてる会社とか優先、それで絞るじゃん。あ、そうです。写真がある会社とか、はい、そちらの方の登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、そうそう、なので今まで登録してくれとった人にはメールが飛んでるはずです。はい、のでぜひそちらの方も登録お願いします。お願いします。早くぞ。あ、すげえ、ついてこい。一人で行くの寂しいよ。すげえ局一人で行けんねん俺は。ついてこい、すげえ局一人で行けんねん、わしは。Ha ha ha ha.